カイト、ミクを見なかった？前に聞いてみたいって言ってた CD を持ってきたんだけど。カイト？はあ。え？ああ、そういえば、真冬にも顔色悪いって言われたな。ふん。そうだね。真冬にもあんまり心配かけたくないし。うん、そうする。ありがとう、カイト。ねえ。ちょっと息抜きにね。メイコも一人？そういえば、一歩引いてみてるのが好きなんだっけ？いいえ。でも、みんなで集まるときはいてくれることが多いし、メイコは一人っていう印象、最初ほどないかも。あ、だからって変に距離を取ろうとしないでよ。メイコにだから相談できることだってあるし。それなら。うん。声をかけてくれてありがとう。またね。ねえ、疲れてる時でも集中力を保つ方法って何か知らない？疲れてる時でもって、それ、普通に休憩した方がいいと思うよ。そんな暇ないの。明日の朝までに絵画教室の課題完成させないと。奏は何か知らない？仮眠たまにするだけで、あとはずっと作業してた時あったよね。おーい、そんなことしたら不健康まっしぐらだぞ。お肌大荒れ、雨あられだよ。だから、そんなの分かってるんだってば。それでも課題はやりきらないと。私は、特別なことは何もしてないかな。なんていうか、とにかく目の前のことに集中していて、寝るのも忘れてただけっていうか。おお、すごいね。集中力の鬼ってやつ？そうなのかな。でもごめん。これじゃ参考にならないよね。ううん、気にしないで。二人と話してちょっと眠気覚めてきた気がするし。よし、あっちに戻って課題の続きやろうかな。二人とも話聞いてくれてありがとう。どういたしまして。買い出し手伝ってくれてありがとう。望月さんに毎回二人分買ってきてもらうの申し訳ないなって思ってたから。別にいいよ、私は家に置いてもらってるんだし。望月さんが作ってくれたリストのもの全部買えたよね。うん、じゃがいも、人参、玉ねぎ、カレール、ベーコンと一口サイズのチーズも買ったし。大丈夫。ベーコンとチーズもカレーに入れるの？ううん、多分チーズをベーコンで巻いて焼くんだと思う。前に食べたことがあるんだけど美味しかったよ。カレー用のお肉が買い物リストにないなって思ったけど、もう一品作るためにバランスを取ったのかな。そうかもしれないね。栄養のバランスとかもすごく考えてくれてるみたいだし。そろそろ戻ろうか。望月さん掃除終わってるかもしれないから。うん。いやー、やっぱり4人での打ち上げはいいね。いろいろ話せて楽しいし。瑞希とエナは作業中もたくさん話してると思うけど。作業中は話してても作業に集中してるから。ご飯食べながら話すのとは全然違うの。そうそう、っていうか話せる時に話しておかないと話題も古くなるし、人との話し方忘れちゃうよ。え、話し方って
忘れるものなの？言葉自体を忘れるわけじゃないよ。でもどんな話題を振るとか、相手の言葉をどう返すとか、会話を続けるために必要なことは鈍ってく気がするんだよね。そうなんだ。もしかして初めて会う人とうまく話せないのってそのせいなのかな？大丈夫、僕の言う通りにすればあっという間に改善できちゃうよ。かなで、ちょっと笑ってみて。え、笑う？そう、会話の基本は笑顔だよ。あなたと話したいです、あなたのことが知りたいですっていう気持ちを込めて、はい、ニコー。なんかベテラン詐欺師が人を信じさせるコツを教えてるみたいに見えるのは気のせい？